藤くんは昨日名前バレちゃったの。新しいお家にお泊まり、お試し保育をしてたので、一晩おりませんでして、もう帰ってからずーっとこのおっぱいをくれるなでしこにひっつきまくりです。父くれ、父くれー。父くれ、父くれー。みかお姉ちゃん超怒ってる。さくらかわいい。あ、はなちゃんそんなとこおった。あいちゃんもおるな。藤くんですが、神河原にもらわれていくことになりまして、来週の火曜日、水曜日、そっちの位置にお泊まり保育して、14日の金曜日に正式にそこんちの子になる予定です。ちなみに、ケンケンのもらわれてったお家の、桃園のお家みたいで、ケンケンのお家で、ペロちゃんとケンケン見て、可愛いって可愛いって仕方なくて。で、うちもワンコが欲しいということで、ケンケンのお母さんからのご紹介で、新しいお家が決まりました。で、昨日お泊まりしてたんですが、もう、お父さんがまずメロメロ。80歳ぐらいのおばあちゃんと50代のお父さんのお二人の、わお、あ、逃げられた。おいで。おいで、こっち。はい、逃げられた。なでしこママが、おっぱいするの嫌や言うたん。ママ、おいしょ、おいしょ、あ、わ、すごい。こたつ一人で登れた。えらいえらい。昨日は一緒にお父さん、そっちの新しいお家のお父さんが、昨日は一緒に寝たんじゃ、ちょっとトイレ行こう思ったトイレの開けたらこの子が待っとるんじゃ、ってもう。で、今日も本当はもう一泊させてほしいと言われたんですが、私が、母犬の方がつらがるけん、ちょっと連れて帰らしてんと言うて、連れて帰りました。もう、昨日はなでしこおっぱいが張ってカチカチだったんですけど、もう今吸われ続けまくって今多分空っぽです。でも吸ってますけど、あまちゃんですね。ということで、この子もあと1週間です。お家おれるの。でもとても性格が柔らかい子で甘い子なので、大事大事に育ててくれそうなほど、もう超メロメロになってましたから、幸せになることでしょう。